ニコライ・クルイロフ・ニコライ・イバーノビチ・クルイロフは、ソビート連邦の軍人。ソ連邦元帥。ソ連邦英雄。ゴリア・エフカ村出身。初等教育は、教会の教区学校で受けた。1918年、仕事に就きながら、労働者学校で学ぶ。1919年、赤軍に志願し、南部戦線で白軍と戦う。1920年、不評。 期間中過程を終了し、小隊長として、北カフカーズ、ザカフカーズに派遣され、後に、中隊長となった。1921年、ザバイカルに移動し、第2ザバイカル狙撃士団に配属され、大隊長に任命。士団は、セミオノフ、カルムイコフ、日本軍の部隊と戦い、スパスクとウラジオストクの解放に参加した。ロシア内戦終結後、シベリア軍管区で、 大隊長、連隊参謀長法を歴任。1928年、狙撃過程に送られた後、独立局党赤旗軍参謀次長に任命。その後、ドナウ強化畜参謀長となる。1941年、独組戦直前、オデッサの宴会軍参謀長に任命される。オデッサとセバストポリの防衛、同地からの部隊の撤退を指揮した。 1942年9月、第62軍参謀長に任命され、スターリングラード攻防戦に参加。ドイツ軍撃破後、1943年4月、第62軍は第8新英軍に解消され、クルイロフは引き続き軍参謀長となった。1943年7月、第21軍司令官となり、エリに、ドロゴブジで戦う。同年10月、 第三次路ロシア戦線の第五軍司令官となり、ボリソフを解放。東プロシア作戦では、ドイツ軍のゼムランド集団を撃滅した。ドイツの敗北が濃厚になると、ヤルタ会談での決定に従い、第五軍は極東に配置転換され、第一極東戦線に編入された。第五軍はソ連対日参戦ともに、関東軍を撃破した。この功績に対して、 クルイロフには、ソ連邦英雄の称号が授与された。終戦後、沿海軍管区司令官に任命。その後、1947年、部隊再編と関連して、極東軍管区が創設され、同管区副司令官に任命された。1953年、極東軍管区司令官。1956年、ウラル軍管区司令官。1957年、 レニングラード軍管区司令官。1960年、モスクワ軍管区司令官を歴任。1962年、ソ連邦減衰。1963年3月、戦略ロケット軍総司令官兼国防次官に任命。1961年から、ソ連共産党中央委員会委員。1972年2月9日、死去。赤の広場に埋葬。 ソ連邦英雄。レーニン勲章、十月革命勲章、赤旗勲章四個、一等、スボーロフ勲章を受章。マーシャル・ネデリン級ミサイル追跡艦の二番艦である、マーシャル・クルイロフは、クルイロフにちなみ命名された。ありがとうございます。